皆さんこんばんは、鎌倉アイドルボックスのお時間でございます。はい、今日もですね、メインパーソナリティは、もう夏が近づこうとしているので最近ピクニック症候群で寝れなくなってる小籠包と、はい、はい、ミノルです。はい、はい、お願いします。はい、はい、はい、では先週に引き続きましてですね、今週もゲストこの方でございます。はい、お肉大好き天才プリンセス野々宮菜々です。よろしくお願いします。ありがとうございます。さあ、はい、2週目ということでね、はい、もうなんだろうね、すごいもうある程度喋りやすくなったね、はい、すげえなんか地元の連れぐらいの程度で喋れるようになってね、なんかお互いちょっとね心もほのかれつつあるのかしらみたいな、うん、思ってるんだけども、はい、仲良し、はい、仲良し感強めだけど、はい、1個いい、何ですか、差し入れが独特すぎない？そう、今日もらったんですよ。今日もらったんです、ね、粉チーズとタバスコ、うん、そうだよね。差し入れ粉チーズとタバスコもらってるよね。はい、なかなか差し入れないですね、それね。なかなか差し入れない、うん、粉チーズはでもたまにもらえます、私。あ、もう、はい、知ってる方からファンの方とかから結構もらえます。そう、結構もらうことある、タバスコ粉チーズ、粉チーズ、はい、でもタバスコ初めてもらったかもしれないです。はい、嬉しい。もうこんな、あれもね、あの前回の、うん、はい、先月か、うん、の放送分で、あの粉チーズ飲みますの人だもんね、うん、そうなんですよ、ね、もう俺その日からずっと飲むのはあの妖怪粉チーズ娘なんだけど。妖怪なんだ。妖怪じゃないよ。妖怪なんだ。各家庭の粉チーズを飲んで回って妖怪やったんだ。いやだけど、まあだけどこれはだけどののちゃんにとっては結構プレゼントとしては嬉しいランク上位の方ってことでしょ、はい、うん、あ、はい、嬉しいです。そうだよね、上位です。ニコニコしてるわ。そりゃそうですよ。あ、そっか。いやでもだけどもうめちゃくちゃ消耗するもんね。はい、だって1本なくなっちゃうんで粉チーズは。え、1回で1食で1食でなくなります。嘘。業者ぐらい輸入せなんじゃん、うん、はい、そうだよね。一時期業者用の超大きいやつ持ってました。野々宮野々宅に、はい、業者用の粉チーズが、はいはい、コストコに売ってる。あ、でっかいやつ。あ、はい、でっかいやつか、うん、はいはいはい、あのアメリカの太ったおばさんがこう握って、うん、そうそう、持ってやつだ。わかるわかるわかる。いつ使うんだそれっていうね、やつ。そう、俺たちから見たらこれこんな使わないと思うけど、もうあれが使う、一月分、一月分持つのあれで。いやー、まあ、持たせようとすれば、うん、って感じじゃないですか。持たせようとすればってことはちょっと我慢せなんじゃ。持たせようとしなければ持たない。持たないんだそれね。持たない時もあると思います。うわ、じゃあもう、え、ずっと食べとける、うん、ずっと食べときます。すあ、これ お米にしましょうか。何を言ってるかちょっと意味がわからないんですが。そんな、うん、お米にしましょうか、お米にしましょうかっていう、俺たちは今全然意味わからないんだけど、うん、いや今思いついたんです。お米食べれないじゃないですか。あ、そうだね、だから、うん、ご飯茶碗にこれ、うん、粉チーズ注いだら、うん、みんなと同じビジュアルになるかなと思って。あ、まあビジュアルそうだね、似てるから白くて、うん、確かに。だからお米にしましょうかって今、うん、思いつきました、うん、なんで俺ちょっと論破されようとしてるの。そもそも破綻してんのよそれも。まあ確かにビジュアルは白いし、そうですよ、ちょっと、はい、ふっくらしてるとか、うん、パッパってなるし、はい、バレないですよね。バレるよ、バレる、うん、バレますね、うん、バレるよ。あ、そっか、掴めないか箸で。まあ、いやそこじゃないんだよ。そこが問題なんだよな。箸で掴めないからダメなの、うん、そうで。でもだけ粉チーズが主食でも全然いけますよ私って感じよね。そうです、そうです、うん、そうだね、全然いけます。わー、マジか。俺あの、うん、言ったから、俺どっちかというとチーズダメな人なのよ、はい、あ、ダメなんでしたっけ。そう、なんかね、はい、粉チーズ、裂けるチーズ、とろけるチーズはいけんのよ、はい、あのロッピーチーズとかあの固形系、あ、はい、ダメなんだ、はいはいはい、がね、やっと食べれるようになりましたみたいな。なんか好き嫌いある自分が嫌だと思って、ちょっと僕はそう食べなきゃダメだ、食べなきゃダメ、大人になれない、この見た目デブのくせにチーズダメってなんだみたいな。
ので俺二十歳ぐらいかな、の時に克服した。もう荒領事であのほら、これ一番綺麗なのがなんかアンパンマンチーズみたいななんかキャンディン状になってるみたいな。はいはいはい。美味しいのに。あれが俺保育園の時からずっとダメで、なんか保育園のおやつとかで出てた。出ますねあれね。給食でも出てた。そう、あれをといかに先生にバレず黙って捨てるかっていうミッションだったっけ。友達に壊せたらチクられたことがあったかりますから。そうなんだ。どうやって包み紙包み紙出ちゃうからね。ポケットに入れるかみたいな。そっかそっか。ごと持っていくとダメだから。ごと持っていくとバレちゃう。包み紙がないとそっかバレちゃいますよね。先生たちも俺がチーズ嫌いで知ってるけどもうマークされてる、見てるよ。やば。隙がない。どの隙を狙ってそれやればいいのかっていう。でそもそもうちの両親がチーズ食べないのよ。ああ。だから冷蔵庫に入ってたことない。ないのか。家にないからだ。でそうだ、うちの父ちゃん母ちゃんも俺がチーズ、俺3人兄弟全部食べれないのよチーズ。ーでそれを聞いて、あやっぱ親子なんだなって、うん、すげえ感じたって言ってた。そうだ、家にないからやっぱね、食べ普段全然見かけないぐらいの、ね、そう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 、うん、だから俺どっちかというとチーズはね、なんかそんなにいっぱい食べようと思わない。日本人みたい。日本人です。日本人みたい。日本人みたい。じゃあ何人だと思ってたんですか今まで。お互い日本人なんですここ。今ここのここまで何人だと思ってたのがすごく気になりますよね。そっか。俺こんなゴリゴリ日本人顔してて、ね、日本人みたいって言われること日本人ないよ。日本人みたい。いや違うんだって感じ。いや本当。ね。それさ、はい、ほらライブ中、はい、粉チーズ飲んでましたみたいなの言ってたじゃん、はい、今ぜひ飲んでって言ったらいけん。あ、いけます、いけます。マジ、はい、いいんですか飲んで。いいんですか、はい、ほらほらもう二度飲みないかも。チーズ飲みの時間飲みのっていうカンペ。チーズ飲みの時間。チーズ飲みの時間。あ、じゃあ飲む時間、飲みます、はい、いいですか。あ、ぜひ、はい、え、いただきます。パッケージ開けてもらって、はい、めっちゃ嬉しい。なんか、ね、え、どうやって開けんだ。なんかこのタイプのチーズ、うん、ファミマさんのチーズです。なんかあれファミマさんのね。このタイプのチーズなんかあんまり飲んだことなくて、うん、なんかいつもあの緑のやつか、ああ緑のやつ、なんかトカチのやつ、はいはいはい、しか飲んでなくて、ちょっと開けれない。違うね、あの人類って粉チーズあんまり飲まないのよ。いやいやいや飲みます。あ、ちゃんと プロの開け方してる。違う違う違う。開けた開けた開いた開いた。これ多分これここ開かないやつかもしれないです。あのこの。あ。ほら口がね。あ、本当だ。だからこれあんま使ってないんですか。あ、そうですか。あ、こいつ開かないやつだから使わねえ。でも三つ穴と、いいじゃん、でっかい穴。あ、お、三つ穴だけのやつだ。あ、本当だ。これは ここ一個しか開かないみたいです。飲みづらいやつやね。そうですね。でも一応いただきます。はい。はい。はい。うわガス。うわガス入ってるわ。うわ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 。全然出てこない。美味しい。ああ美味しい美味しい。めっちゃ美味しい。なんかあのラジオだけの人はイメージつく、なんて言うんだろう、コーンポタージュのラストをこうガーって入れる感じ。そこに残ったコーンを、そこに残ったコーンをあのそこをこう叩きながら口の中に突っ込む感じ。それを今ね実演しております。あ、すごいすごいすごい。あ、本当に全部行こうとしてますねそれ。あでも。あ、なかなか出てこないやっぱね。出てるは出てるけど。もっとバカッとこう開いて。ね。これは蓋を改良するしかない。美味しい。美味しい。あ、でも美味しいと。ほらもう見て、どうにかえって蓋を絶対これ開けてやる。そう。こいつこんな夜ぐらいの感じです、ね。足りないよ。足りない。もうね。足りないでしょうね。そう。本人は自分の気持ちと出てくる量とかもう一致しないからもうイラッとちょっときちゃうよね。多分俺からしたらあれでしょうね。あのスポイトでコーラを飲ませてる感じだよね。もう飲みたいから。俺もっと飲みたいからみたいな。ごくごく行きたいのに、うまいけどちょっとストレスみたいな、うん、多分ドバッといっちゃわないように、うん、なんかそういう優しい作りにされてるので、うんうん、そうなんでね、なんか飲みたい人にはちょっと難しいか。飲みたい人が果たしてそれをね、何人いるのかっていう。あ、すごい。あ、ちゃんと本当にね、ドリンク飲んでるみたいに、あの持っていくんだ。一回ずつね、タンタンやった方が。いや、俺そのアドバイス、俺たちもう人生で使わないのよ、ね、ない。そう、全然使うことない。あ、本当ね。本当に飲んでるね。すごいちゃんと行くね。うんうんうん、今3分の1ぐらい。そんなに減ってないと思います。あ、本当全然減ってないんだ。結構あるので、うん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 、これ何グラムなんだろう。ね、分かんないんですけど。うん、分かんないけど。でもそれ80グラムですね。これ全部。それ一気に全部本当はいけるという。もうさーっと出るならもう全然。いけちゃうんだ。あ、すごい。はい。
ちょっと CM 中に蓋を加工してもらおうか、それ。あ、本当ですか、ね、できますかね、カッターかなんかで蓋切ってくる、ね、全部開けれるようにね、ほら開けれそうなんですけどね、取れそうだけど、ね、どうにかやったらね、でも結構接着してある。なんとか開けようとしてる、あの犬みたいな、なんとか行こうとする、まあ、結構難しいかもしれないです。ここちょっとハサミできれば、そうね、あとでちょっと加工してもらう、道具でちょっと加工すれば一気飲みできるようにね、うん、はい、何粉チーズ一気飲みできるようにするできるようにしよう、加工しようとか言って、うん、ちょ、俺粉チーズのパーティー焼き見たことないんだった、だからそうですかね、すごいね、そうですよ、あ、もう、はい、もう食べたくてしょうがないもんね、今顔がね、食べたいです、ね、すごっ。じゃあと、はい、もう一個あれか、タバスコもらったの、そう、タバスコももらったんですよ、ね、タバスコはなんか、うん、タバスコはいつも出にくいので、うん、そうだね、振りかける感じですもんね、うん、タバスコってね、はい、はい、え、行くのそれ、え、はい、行く、はい、マジ、え、タバスコはだって一緒じゃないですか、かけても飲んでも、いや、何が言ってるか分かんないか今全く意味が分かんないけど、なんかチーズは確かに量が変わるから、うん、なんか飲まないって分かるけど、タバスコはなんかかけても、うん、飲んでもなんか量変わんなくないですか、うん、え、うん、じゃあ俺たち適量4滴なのよ、それ、はい、あ、はい、4滴でもちょっと多い方かもしれないよ、うんうん、はい、え、じゃあ4滴口に入れても一緒じゃないですかっていう、別に、うん、うん、はい、これがタバスコです、はい、タバスコですね、あ、今開けました、あ、口に直接振りかけて、マジ、うわ、もう、え、全然出てこない、今10滴ぐらいいった感じじゃん、そこそこ体出てこない、あ、最初は出にくいんですよね、詰まっててね、体張る芸人ぐらいいってるやん、いや、もうむしろもっと濃いぐらいの感じですね、おぉ、うわぁ、マジ、うわ無理、なんかちょうどチーズと一緒だったからすごい嬉しい感じがする、ああ辛いのとまろやかなとちょうどいい、でもあんま辛くないんですよ、タバスコって、いや辛いっすよ、酸っぱいんですよ、あ、まあまあ、ね、酸味は ねあるけど、酸っぱさはそうだけど、いやでもいや、あの甘いのとしょっぱいの交互に無限にいけるねとかじゃないのよ、チーズとタバスコ交互にいってるけど、ね、うん、うわニコニコしてはる、すごいな、めっちゃ美味しい、すごっ、なんかラジオ2回目来ると絶対食べ物出されるんですけど、いや、もうだってそういう子だもんね、多分ね、うん、前もそうだった、うんうん、前もそうだった、見えないのに、うん、確かにね、美味しい、あのラジオと食べ物って掛け算本当は良くないけんね、喋、うん、れないし、うん、いや美味しいわ、もうタバスコ今ガンガンね、うん、タバスコに見えたなんかフェイクグッズみたいな、ね、実は中はね違って、そう、中身実は違ってみたいな、そうそうそう、ちゃんと甘いドリンクが入ってるみたいな、そうそうそう、いちごソースとかさ、そういうのではない、あ、そういう YouTube ありますよね、あ、知らないあるんですか、あります、中身を入れ替えとくみたいな、そう、渋谷で急にタバスコ飲んでる人がいたらどうなるかみたいな、うん、それやりたい、本物で、そうだね、普通に いける人だもんね、本当に未開封からいきますみたいなね、確かにね、いや確かにこれだってちゃんとパリパリって剥いたもんね、うん、はい、これ直接こうやって吸ったらいっぱい出てきます、いやそのアドバイス別にいらないんそれ、いや実践することないから俺たち、うん、ないですね、やってください、今度、いややらないです、やらないですね、踊ってますね今ね、もうすごいな、好きなもの2つでもう踊ってますね、もうね、めっちゃ美味しい、確かに、だけどもう、えでこれをしかも今最高の贅沢なわけでしょ、すごい楽しいんでしょいや嬉しいですね、嬉しいよね、うん、うわー、で俺コーラとハンバーガーもらったみたいなことでしょ、これ、ね、一番嬉しいものっていうね、そういうでしょ、ね、それはチーズとタバスコなんですよ、ね、そう、あ、うん、俺アメリカみたいなこと言ってイタリアみたいなことやってるね、うん、そうですよ、そうですよ、チーズとタバスコとすごっ、あ、止まんねえんだもん、もう全然ね、全然ずっと飲んでる、ね、全然止まらないずっと飲んでますよね、なんかあったらずっとつまんじゃう、なんかピーナッツとか柿のパンみたいな、そういう感じですよね、うん、そんな感じです、そんな感じなんだ、そもそもさ、あの、はい、甘いのあんまりダメじゃん、あんまり、はい、あんまりダメって言ってたじゃん、はい、あの酒飲みなの、うん、お酒飲むの、お酒飲めないです、一滴も、あ、お酒は一滴も飲めないんだ、はい、いやもう今人生でもほとんど舐める程度しか飲んだことないみたいな、ないです、あ、そうなんだ、人生ではなんか1杯ぐらい飲んだことあります、うん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 、26年間で、うん、5年間で、うん、あのコップ1杯ぐらいです、うんうんうん、26年間トータル見積もりで1杯なんだ、はい、はいはい、そうです、
でも成人式の日イエーイでペロッとかペロッぐらいですとか、なんか飲み会に友達呼ばれて、うん、まあ一口飲んでみなよで飲む、うん、そうそんな感じです。何、それはもうお酒が弱いからとかなの、それともお酒のアルコール分みたいなのがちょっと美味しくないからみたいな、うん、美味しくないし、うん、気持ち悪いし、一回なんか飲んだんですよ、3センチぐらい、うんうんうん、そしたら家帰ってから記憶なくなったんですよ。ああ、じゃあもうそもそも体質ですね、体質なんでしょうね、多分ね、下戸の人の体質っていう、ほろ酔いでガチ酔いしちゃう人ですよね。そうそうそう、え、多分そうですそうですね、うんうんうん、そう、いや俺の友達も結構いるのよね、お酒、うんうんうん、なんかね、なんか飲み会は好きだけど、はい、お酒はあんまりみたいな、そうそう飲めないってね、うん、同じだ、いるいる、そう。でもそういう人に限って飲んでる奴らぐらいのテンションで喋ってくるのときないですか。そうそうそう。最初から、ね。そうそう。お前バグしてんじゃねえよみたいな。最初からそんなぐらいに勢いで。俺たちそんなにまだね、2杯目。半分しか飲んでないのみたいな。いっぱいなんだけど。そう。俺たちよりテンション上げるのやめてもらっていいみたいな。そう。あるある。みんながやっとテンションについてくるんですよ。お酒入ると。そうよね。そうよね。そう。普段からテンション高めやけど。最初から。そう。キャッキャ言うんけ。いやそりゃすごい追いつけないよ。エジャロンパさんめっちゃ飲むんでしたっけ。俺はめっちゃは飲む、めっちゃは飲む、めっちゃは飲む、じゃあ飲む、じゃあ飲む、じゃあ飲む、そうなんかね、そう、俺はねどうだろうな、一、うん、人では飲まないのよ、誰かと、そう飲み会が好きなの、あいいですね、だからお酒自体は、はい、あん普通ならコーラの方が美味しいからお確かにコーラの方が似合う、そうコーラの方が似合うみたいな。でもね飲み会でギャーギャー言うのも好きだし、うん、酔っ払ってる人見るの好きだし、うん、なんか自分が酔っ払っていくのを感じるのも好きなのよ。いい感じで、なんかたまに、うん、一人で飲んだりするけど、一人でもう1年に1回ぐらいはもう自分が好きなアイドルの DVD 見ながらずっと黒霧を飲んでるわ、うん、黒霧芋焼酎飲んでる、あだいぶ、ね、ずしっとくるベロベロになるみたいな。はい、じゃあということで、はい、妖怪粉チーズ娘こと野々宮野々ちゃん曲紹介の方お願いします。はい、はい、それでは野々宮なので聞いてください、うん、違う、聞いてください、野々宮なのでチーズ一本一気に飲みたい、野々宮なのでチーズ一本一気に飲みたいでした。はい、ありがとうございました、はい、もうねチーズ一本一気に飲みたいっていう思いが強すぎたので、はい、粉チーズの蓋改良してきました。カッターで蓋をぶち切ってきました。はい、飲みやすい。ね、飲みやすい。本当に飲みやすい。いやもうだけど本当ちゃんとそのくらいがっつりいきたいわけね。そうなんですよ。うん、ほら。ほら、あほら本当だ。うん。ね。おお。あすっごい幸せそう。もう口の中いっぱいにもう。すっごい幸せそうな顔してるわ。もういっぱいに入る口の中に。いいね。もうこれだと。うん、だね。いいね。やっぱ、やっぱ自分が好きなもの食ってるときはめちゃくちゃいい顔するね。うん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 、なんかほら、大好物食べてる子ってやっぱすごいいい顔するじゃないですか。目がほわーんってなってね。そう目から変わってくるんだね。うん。うん。そう。わ、それが粉チーズなんだね。うん。うん。うん。って。肉と粉チーズは天秤だとやっぱ肉なの、うん、まあやっぱ肉の方が重いんだ、うん、でも飲み物としては一番上位ランクなんだ、うんうん、ああそうなんだ、うん、牛乳も好きです。あ牛乳か。毎日飲んで、あ乳製品 ね, 乳製品ね、でヨーグルトもいける、うん、でも毎日、ああそうなんだ、はいはいはい、毎日牛乳とヨーグルトとチーズ飲んでます。違う、飲むヨーグルトあるんだけど飲むチーズはなかなかない、全部今飲むんです。ヨーグルトは食べてるわ、ヨーグルトは食べてます、うん、違う、うん、食べた、はい、チーズは、チーズは飲んでます、飲んでんだ。チーズを食べてます、食べる時もありますよ、食べる時もあるよ、食べるチーズの時もありますよ、うんうんうん、でも飲むチーズの方が食べるチーズと飲むチーズが好きなんだね。そうちゃんと水分取らないでほらドクターストップ買っちゃうから、そう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 、だけどこの後ガンガン歌ったりしよったけん、うんうんうん、ドクターストップが一回かかったんや。そうなんですよ。いやそりゃそうよ、タバスコ行こうとすな、からのそっからタバスコ行くっていうね。すげえ、うーわーすごいな、お口直しにタバスコぐらいの勢い、すごい、あんた、じゃあそもそもだけタバスコ系の辛いのとか、はい、なんていうの、あの、うん、蒙古タンメンとか、うん、あ蒙古タンメンの汁好きです。あーやっぱもう辛いの全般いけるんだ、辛いのは、うん、いけます。え、なんか何辛ぐらい食べたことありますとか、辛ガンガンしていくタイプ、でも
そんなじゃそんないけないんですよ。赤からでも七からまでしか行ったことない、うん、いや7からってすごい言われたし、うん、辛いですよね。でも結構だって5からでも真っ赤になるよね、うんうんうん、真っ赤です。そうね、だから7からも美味しくないけど頑張って食べる。美味しくないけど直から目指してるので、はいはい、しょうがなく7からまで来て頑張って。あれさ、うんうん、あの5から超えてきたらさもう辛さレベルアップしないんじゃない、うんうん、でも痛さみたいな、うんうん、あ痛さになる。ピリピリしてくる、ね、7から痛いと思って、ね、分かる。唇とさ辛さでねヒリヒリピリピリ痛くなってくるっていう。お腹も痛くなってくるし、そう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 、ね、そう、そう、ね、なってくるよ。腸が悲鳴を上げているっていう。だからほらその時だけならいいけど、その後あれ、ね、ほら何日か1日くらい引っ張るでしょ。そう、そう引っ張ります。後遺症残るんで、うん、あれね。俺だけあのなんだっけ、うん、18禁カレーみたいな、うん、あのもう激辛のカレーがあるんよ、で18歳未満はちょっと危ないんで食べないでくださいみたいな、うんうんうん、みたいなのがなんか同期かなんかあって、うん、それも誕生日プレゼントもらっちゃって、うん、で食べて食べてみたいな、その場でみたいな、うん、なんかねもうすっごいほら普段から結構元気だし、はい、明るいしポジティブだし、うん、それ食べた時だけずーっと不機嫌な、うん、なんかうわめっちゃ辛いやばいとかだけカレーマジかいってカレー痛いからそうテンション下がるから下がり痛いから下がるっていう、そう痛いから下がっちゃう。もうなんなんこれもう、なんで食えって言ったんやみたいな。食べてみたい。そういやめちゃくちゃ辛かったね、でそもそもね、はい、なんか激辛までいけないのよ俺も、うん、まあある程度辛いの食べれるは食べれるし、はい、うん、だけど激辛とかはいけない。あと暑いのもダメだしね俺、うん、あそっか、うん、そうだそうだ、そうか猫暑いのもガンガン行くって言ったもんね。暑いのガンガン行きます。うわー刺激物ほぼいけんじゃん。刺激物ばっかですね。いけると思います、うん、多分あれはあの、はい、B 級グルメとか、あ B 級じゃねえわ、うん、あのゲテモノ系はいけんの。ゲテモノほら虫とかね、虫とか、うん、あ虫食べることないです。え虫めっちゃ食べてましたよね小籠包。俺虫めっちゃ食べてた。めっちゃ食べてましたよね100ぐらい一気に虫食べてましたよね。 Twitter のアイコンはあの竹虫っていうやつをこう一気に食わせられてるやつなんだけど、いやどうなんですか、美味しいんですか、ね、いやもう見た目を抜くと、はい、なんか薄いエビの素揚げみたいな。え、じゃあ美味しい。そう、うん、なんかちっちゃいほらこのくらいなんか指先ぐらいのエビの素揚げみたいな、うん、味はねあんな感じ、なんかパリッとして揚げてあったけどね、じゃあ食べれるんじゃないですかね。いやでもねやっぱ俺で、はい、俺虫幼虫系触れないのよ。え、触れないけど口まで持ってこられたら食べれるっていう。え、すごいすごい。そう、触れないけど食べれるの触るのもだけちょるってなっちゃうの。あの釣りのほらミミズみたいなやつとか ありますね。手袋しないと、はいはい、でも口まで持ってかれたら幼虫食える。食えるんだそう、すごい。あれはね難しい。でもねなんかでもなんかほら太めの親指ぐらいの太さの幼虫とか、うん、あれはなんか、ね、俺食ったことないけどクリーミーでうまいとか言うよね。うわあ、でもホルモンに似てるから美味しそうですよね。あ見た目、はい、あ見た目ね、見た目、はい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 、分かる。でも味のタイプは違うかもね、分からんけどね。いや食べてみたいですね。いやじゃあもし次回あったらゲテモノ会する、うん、はい。ちょっと怖いな。ちょっと怖い。ちょっと怖いね。でもやってみたいです、人生で。わかる。人生で。人生で一回やってみたい。はい。ということで、楽しいお時間もは、はい、過ぎるのがあっという間ということで、そろそろ、終了になります。はい、じゃあ、ののちゃん、告知の方、お願いいたします。はい。ツイッターでいろいろ告知してるので、なんか、見といてくれると嬉しいです。はい。そうだった。そうだ。この先がね、ライブとかがないから、ね。告知ないです、いつも。はい。ツイッター、ののみやのので検索してください。はい、お願いします。はい。とみのりさん、はい、僕の方はですね5月23日にアイドルトルーパー57回目が、はい、新宿ナインスパイスで、お昼の時間帯多分10時開演ぐらいかなって感じですけど、うん、こちら保護猫アイドル QVQ さん、クイマリオノットさん、高まりさん、マルメルさんなど他が出演されますので、はい、またタイムテーブルと詳細はツイッター等確認してください、はい、お願いします、はいはい、お願いします。え、みのりさん月何本ぐらいイベント売ってんですか。どんぐらいだろう、10本とか。ああ10本そう。え、前世紀はあの一番やってたよみたいな。前世紀で15、6本やって、それって2日に1回ですからね。そうですね、うん、確かに。あの倒れたんで、うん、10ぐらいにもうセーブしてますあマジしんどかった。それをドクターストップかけたよね。もう本当にしんどくてこれやべえなと思って確かに。いやブッキングってする方超疲れるんだもん、はい、はい、
それと、小籠包ですね、ブレイクジェンガというコンビで活動してまして、ツイッター、インスタグラム、YouTube、ブレイクジェンガで探したら出てきますので、ぜひ見てください。と、今日ですね、こちらの収録前にですね、小籠包と野々宮ののちゃんが、どっちがお団子を美味しく食べれるか勝負を取りましたので、そちらもこちら、鎌倉アイドルボックス、鎌倉 FM のね、YouTube に上がりますので、ぜひそちらもご覧ください。はい。はい。ということで、もう2週分撮り終わりまして、もうお時間となってしまいますのでね、はい、また次回ね、ぜひぜひタイミングが合えれば、またおしゃべりしたいなと思いますので、はい。はいはい、じゃあ、先週分もね、今週分も、聞いていただきまして、ありがとうございました。はい。今日のですね、パーソナリティは、メインパーソナリティ、小籠包と、はい、ミノルでした。はい。と、ゲスト、野々宮野々でした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。